じんなるよ。ひとつ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 彩ってく感覚。シグルラシグレビケツシャラシグレゴシグルラシグレビケツシャラシグレゴちゃまぜのボスからエナジーどの色先に行ってて、それとメールは歩きながら読まない方がいい。キサちゃん前前え、今日ナミコさん休みなの？はい、風邪らしいですよ。昨日具合悪いように見えた？いや、そう。でも昨日のメールで少し様子が違う気はしていて、あ、これです。なんか妙な寒気がするし、目頭も熱くてぼーっとするんだけど、一体私は何の恋の病にかかったのか、かっこ笑い。こいつはナミコさん重症だ。普段なら絶対言わないようなことを。おそらく昨日の絵画の時間が原因だろう。トモカネ殿が水道を暴発させて。おお、あれか。ハム、なんだ、あれで風邪ひくなんて弱っちいな。まるで私たちが風邪ひいてないのがなんとかだって言ってるような。いつものナミコさんだったら打てば響いてくれたのに。今日一日こんなんで大丈夫なのか。ここはナミコさんの席だ。いないと寂しいね。寂しくないように何かしよう。何かしよう。ナミコさん胸像を描こう。名案。ナミコ殿の容態は大丈夫なのか。メールができる程度にはみたいです。さっきからメールも何度か返してくれてますし、むしろいつもより文も多弁なくらいで。おう、あ、多分ナミコさんからですよ。開いてもいいのか。はい。こうか。なんかちょっと足りないな。教授さん読んでください。なんかくしゃみが3回出たから、とりあえず最寄りの野田かトモカネはたいといて。さらぎちゃん、教授見て見て、ナミコさんがいるみたいだろ。なんだその全てを知ってるような笑みは。今そこで何かあったの？あれ、教授さんどちらへ？大学館の図書室で借りた本、もう読み終えたので返却しに行く。あ、その本面白そう。次読みたいから返すとき読んで。うん。あ、あれ？今日も教授にはニワトリ様がフューチャリングしてる。外で読書なんてさすがおみつさん。あれ、またメールかな。切ってなかったっけ。ナミコさんか。今休み時間中だから大丈夫だよ、携帯開いても。ん、文面が断片的でなんだかよく。ちょっと読んで。ああ、思い出した、残念。私の分までみんなに任せた。走馬灯中。急ですか。教授、本日のキサラギちゃんなら本気で受け入れるよ。
題は今日までですから、放課後中に提出してくださいね。そういえば先週、今日締め切りだって言ってましたっけ？あ、じゃあさっきのメールって。課題のこと言ってたんだな！わかったぜ！任せろ、ナミコさん！その意思は私たちが受け継ぐよ！よーし！俺は右側を仕上げるから、歩道は左側な！回復祈願も込めて、ファッション溢れるフォビズムに仕上げよう！薬飲んだのにさっきからやたらおかんが止まらないんだが。その後どう？ナミコさんの様子は。あ、それがあれからはメールが全く来てなくて。そうか、今頃寝ているのかもね。あ、でも一応こっちからは休み時間ごとに入れてるんです。休んだ時ってなんだか寂しくなったりするかなと。ふん、そういうもんなのか。うちの人生の半分近く寝込んでる兄貴なんか、寂しがるどころかむしろ。あの、何やら友金さんを漂白した感じの人が背後に。あ、もう大丈夫？はい。でも僕はいつここに。ああ、食堂で具合が悪くなったみたいよ。ショートカットであなたを濃く元気にしたみたいな女の子が担いできて、ここに投げ込んできたの。お騒がせしました。もう午後の授業ですけれど、ナミコさん具合良くなったかな？起きてテレビ見てたりとか、それとも部屋で寝てるのかな？顔も姿も見えないと、なんで不安な気になるんだろう。あと3分。なんだか今日の山口さん表情違うわね。程よい脱力感と悲哀感がなんとも、創作欲をかきたてられるわ。いろいろ終わったあ、キサラギちゃんどうする？行く？やっぱやめる？ほら、先週話してたうちの近所の有名なケーキ屋さん、今日ケーキバイキングの日でみんなで行こうって言ってたでしょ。西洋菓子工房っていうお店。あ、いえ、私は今日はちょっと。そっか。ま、友金と教授もそう言ってるしね。じゃ、また明日ね。そうか、あのメールはケーキのことを言ってたんですね。あ、知らないうちに寝てたみたい。今頃ケーキ食い倒れてる？あと、今日はやたらメール入れて悪かったね。あ、風の時ってなんか妙に寂しくなるからありがたかった。かっこ笑い。翌朝、ナミコさんはいつも通りの顔で学校に来てました。おはよう。もう大丈夫なんですか？うん、まあまだ少し体はぼーっとしてるけど、それよりもなんかみんなと話したくなってさ、もう一日も寝てらんないから学校来た。寝た？いや、大丈夫だから。もう熱とか残ってないから。あ、でもケーキバイキングはもったいなかったな。また今度改めて行きましょうよ、みんなで。あ、そうそう、代わりに昨日西洋菓子工房で焼きプリン買ってきたから、お昼みんなで食べよう。おう、どうなの？それじゃあ今日は頑張って、生物画の課題仕上げないとな。ナミコさん、今だけほんの少し具合悪くなったりとかはねえか？大事をとって小1時間ほど保健室なんかに行く気ない？大事というか大事の予感がするんだけど。かっこ笑い。あんたらの方が顔色悪いよ。 あれこのように絵の背景の色彩や明暗、筆使いなどで人物の心の現れ、または作者の感情を表現しているんですね。今月はこの感情の表現を題材にして課題作品として提出してもらいますね。うわ、喜びとか怒りとかそんな感じでいいですよ。見本を置いておくので見てくださいね。 B4 サイズ以上で仕上げてくださいね。こんな風に背後に置いてみたりすると分かりやすいかな。ほら、なんとなく先生の気持ちが沈んでいるように見えませんか？ちなみにこれは前回の課題の集まり具合に対する先生の心境。あれ、わざわざ先生が書いたのかな？なんかまた小難しい課題出されたな。もうちょっと遊び心とかも課題に取り入れてほしいよね。まあ、私みたいに。野田はいつも提出するのすげえ早いもんな。
野田はいるか？速やかに帰宅しました。そうか。にしても今月は出展物もあるので早めに課題は済ませたいですね。じゃあ一緒に仕上げる？効率いいでしょ。あ、でも今日は美術室も使えませんし。いや、うちで。今日と明日の休日を使って出展物をあげようかと奈美子殿と話してたところだ。お泊りってことですか？今から直行で構わないなら。私んち郊外からだいぶ離れたとこだからちょっと遠いのよ。結構歩くよ。そんな場所女の子だけじゃ物騒だろ。俺も行くぜ。失礼な。素直に一緒に行きたいと言えばいいのでは。行きたいってことで野田も呼んでいいか？いいよ。今のうちに増えたことを連絡しとくか。あ、萩美は？あ、野田暇か？今な、キサラギが課題を仕上げたいって言い出してたな。そんで、ナミコさんが教授と泊まる話を持ちかけて。トモカネさん、もっと手短に要件だけ。今から一緒にナミコさんちを襲いに行かね。それが手短。野田との二つ返事で OK。 大丈夫でしょうか？いきなり大人数でお泊まりすることになっちゃいましたが。ああ、全然。みんなの好みがわからないから晩ご飯は自分たちで買ってこいって。どうしようかね。何がいい？みんなで食べるならお鍋とかもいいですよね。ご飯はあるよ。野田にも聞いてみる。ん？晩ご飯？あ、うんとね、私あれ食べたい。は、闇鍋？闇鍋？闇鍋。また焦るな。お待たせ。野田遅えぞ。家まで帰ってたのかよ。本当に闇鍋になったの？ええ、まあ多数決で。まさかマサが賛同するとは思わなかったが仕方ない。鍋の具を買うぞ。はい、カゴ入れて。カゴ。はい、野田入れて。野田入らないよい。ふう、普通のお鍋の具材入れてもいいんですよね？まあそりゃ鍋だし。闇鍋って言うからもっと奇抜なものでないといけないのかなと。つっても食べるのは私たちだからほどほどでいいんじゃない？ナミコさん、ナミコさん、たわしはどこ？靴下とゴム長靴はどこに置いてあるんだ？そんなクロートレベルはやめなさい。へえ。着いたよ。ふえ、いっぱい歩いた。ただいま。帰って。おかえり。あら、本当に大人数だわ。こんにちは、お邪魔します。はい、いらっしゃい。キサラギちゃんとマサちゃんでいいのかしら？うちのナミコがいつもお世話になってます。至らない親友がこちらでご迷惑かけてないかと心配で。本当に話に聞いてた通りの子たちなのね。荷物ここに置いておいていいですか？ああ。ナミコさん、客人にお茶は？お前も帰れ。やだ。ああ、そういや寝るとこここじゃ狭いかな。いいですよ、雑魚寝とかで。うわ、何の字になって寝るよ。五角まで行けるな。大丈夫、私がみんなを絶対に寝かさないから。野田はこん中でいっか。隔離。鍋やるべ。鍋やるべ。まず鍋の出汁汁と味付けは網だくじでナミコさんとキサラギちゃんに選んでもらいました。その結果、あ、結構似通ったの出たよ。味付けはキムチだ。お、まともだな。出汁はラムネ菓子ね。どこが似てるんだ。虫か、合ってねえよ。ありかな。鍋やるべ。鍋やるべ。具材、切るものとか洗うものとかあったら出して。はい。あ、こっちの袋はお菓子ばかりです。わあ、いっぱい買ってきたな。鍋やる上にまだおやつまで空気か。ううん、それも鍋の具材だよ。え、もう、闇鍋とは、まず各自一品ずつ秘密の具材を持ち寄り、明かりを落としたところで具材を鍋に入れ、煮上がり、箸で取り上げるまでを闇の中で行うものらしいのですが。面白いな、その顔。今回はすでに具材が割れてしまっているので、煮上がって鍋は開けるとこから闇鍋スタートというルールにしましょう。何が入ってるか分かっている分、新たなスリルはあるな。だが、こんな機会でないと闇鍋など経験できないだろうと思ってる。お、珍しくノリノリだな、教授。嬉しそうな顔して。私もすっごく楽しみ。課題で言うとこんな感じだね。お前もうできてるのか。相当ノリノリだな。具材切ってきたぞ。ナミコさんのお母さんに切ってもらいました。ラムネ菓子の出汁汁もできたよ。一見ただの湯にしか見えんが。味見する？いや、いい。じゃあ入れますね。白菜、お豆腐、あっくもる。お肉はまだいいですよね。トロフグ、ポテチ、桃缶、麦チョコ。あんたたち食えよ。芋ようかんとメロンパンはまだいいよね。ナミコさん、落ち着いて。さて、入れるもんは全部入れたし、あとは出来上がるまで待つだけだな。ギリギリまで蓋を開けちゃダメだからね。中身見ないように。
はいはい。ここまで来るともうドキドキしますね。し忘れたことってもうないよな。うむ。あとは遺言書とか。そうか、ダメです。ちょっとアクトカットった方がいいですよね。おう。開けますよ。ですね。ものすごく混沌としていて、どれが悪なのか。これはもう闇鍋ではないな。カオス鍋といったところか。闇超えた。薬味入れるか。薬味胃腸の。なんだその親父ギャグ。さて、晩餐の前にもう一つの目的、課題も忘れてはいけませんね。おのおの今の心境をスケッチブックに書いたでしょうか。あう。せーの、ページ。この中で一番乗り気なのは教授。じゃあ開けるぞ。魔女の鍋ってこんな感じだろうか。なんか不思議な匂いがするね。甘いような。漫画だったら泡吹いたり火吹いたりするかもな。臨写してみた。すげえな教授。キサラギちゃんを前に置くとこんな感じ。まるでこれからを暗示しているかのようだ。さあナミコさん、電気消して。はいはい。うわ、思ったより暗いな。さあ宴の始まりじゃ。ヒッヒッヒッ。なになに、何書いてるの。みんな一品取った。じゃ電気つけて。うわ、なんだこれ。桃か、キムチ味の桃。私のこれなんでしょう。なんかドロドロしてるな。私は肉だったよ。教授は何引いた？豆腐だ。おう、まとも。中にドロップと麦チョコが入っていたが。どんちみたいな仕込みしやがって。ほい。よし、キサラギちゃん味見だ。私ですか？美食代わりのコメント頼むぞ、キサラギ。キサラギのあれなんだ？多分メロンパン。そっか、だから混沌汁を吸い切ってあんなにドロドロブヨブヨと。キサラギ！ここは芸術家の卵としての腕の見せ所。キサラギの表情から今の心情を読み取るんだ。ああ、うますぎ。待って、地獄。おお。そして天国。なんじゃ。予想と覚悟をはるかに超えた味だったので、つい。確かにこれは。教授さんは平然と召し上がってますね。マサ、うまいか。全然。そうか、安心した。お、野田たちも静かだと思ったら黙々と食べてるな。言い出した手前、文句とか言えないんでしょうね、きっと。いや、そりゃええだろ。あ、さすがに草履は入ってませんよ。うむ、鍋はまだ随分と残ってるな。もうちまちま食ってられない。ノルマ式で消費していこう。私たちの分やけに多いんですけれど。なんだこれ。当たり前だ、責任制だ。全員。それでももう一回おかわりできそうだな。もう私ダメです。大丈夫か。おい、そこの魔女子、頼むから魔法でこの鍋消してくれよ。ああ、ダメだよ。魔法を使ったら人間界にいられなくなるもん。なんだよ、魔法使わねえで何の修行しに来たんだよ。程よくグダグダになってきたな。ん？お？ん？絵じゃないの？キサラギ起きろ！やっと終わった。首謀者の野田、何か言い残すことは？悪乗りは計画的に。いつも同じ時、同じ場所から。週末そんなことやってたんだ。はい、おかげでまだ胃が重たくて。ひさちゃんの友達もそういう子がいるのね。話に聞くだけだと楽しそうですが、実際やると大変ですね。カレーのルーは買っておかなかったの？カレー？うん、なんで？最終的に鍋にカレー入れちゃえば大概のものは結構なんとかなるからね。ねって、ずいぶんこなれた風の助言ですね。そっさー。あら、鍋やるで。詳しくは部室で。じゃあ先行っとるよ。
部長さんですね。闇鍋好きのね。へー、わあ、週明けてすぐにもうこんなに集まってるなんて、ありがとうありがとう。先生、お礼はおかしいよ。あら、この大道さんの作品の課題って日向何だかしら。はい。わ、教授、これそのまんまじゃん。外国の慣用語で大騒ぎとか混乱という意味らしいです。してたけど、新入部員歓迎会をやってへんかったんよ。そこで今年もあれあれやろ。なあ、やっぱやるのか。あれ、歓迎会はいいけど、あれしかないのかよ。あれって何ですか？闇鍋だよ。楽しそうですね。そうやろ。調子に乗って食えないもの入れると友金の体に触るぞ。へえ、そういうのもありですか。俺は去年腹壊したけど1日しか休まなかったぞ。よっしゃ、特別ルールで今回の具材は食べ物に限るってことで、テーマは健康闇鍋。いいね。お、トム先生、準備室に石灰岩があったな。え、石灰岩なんで？カルシウム。俺は校内を回って薬草を積んでくるぜ。キノコはやめとけよ。僕は何にしようかな。ふふふ、何部だかますますわからなくなってる。見て見て、今日は焼き菓子半額で。どうだ。今日は残って美点用の課題をやろうと思ったんですが。俺も珍しく真面目。マサはどうする？私はみんなと一緒なの。キサラギ、今日半額だぞ。課題は明日にしよう。そうしましょう。ということでみんなで行きましょう。イエーイ。カラオケも行っちゃう？あ、割引券ありますよ。そういえば教授さんはどんな歌を歌うんですか？あ、何かさ、ベルトケーキか。